吉谷の流儀第12条ですかね。はい、今回はですね、借金をどう切り抜けるか、借金をどう切り抜けるかについて話していきたいと思います。借金ですね、まあ、借金問題に関しては僕のお客さんもかなり借金がある方が多いですね。で、まあ一昨年か去年だったかあれですけど、あのアンケートを取った時にですね、まあ借金の話話題がお客さんからいただきまして、僕ももう借金があることを、それに対して、今日借金を返しましたみたいな動画を作って、そこからもう借金あるよって言いまくってるんですけど、そう、まあ借金がある理由に関してはもうだいぶ言ってるんで、まあ割愛、かなり割愛しますけども、まあ前社長をやっていた時にですね、あの売上が上がらない時に貯金を会社に貸し付ける、消費者金融に借りる、銀行を回るみたいなことをやって、まあ、作ったお金がまだ残ってるってやつですね。でそれをまあ返済してずっとやってるんですけど、借金がある、じゃあこの借金を、どうこう返済していくのか、2パターンしかないと思うんですよ。この前直近でその自己破産しましたっていう方もいたんですけど、2パターンしかないですね。だから1パターンが、まあ、借金をチャラにするっていう考え方ですね。まあ、国は2回まで認めてますんで、自己破産をするという選択をするか、もしくは借金を返済するか、この2パターンしかなくないですか。自己破産するか、でもこの自己破産2回まで OK なんで、まだ自己破産してない方は2回チャンスあるってことですよね。だから何百万、まあ、その借金がギャンブルだったら通らないのかな。まあ、ギャンブルはちょっと置いときましょう。まあ、普通にそのなんか事業で失敗するとか、なんか僕のように、まあ、その会社の売り上げ上がんなかった時に、まあ、借金作るとか、まあ、大体まあ、こういうパターンだと思うんですよね。事業でうまくいかなくて借金を作るみたいな。で、じゃあ、これに対して、まあ、一般の人が、自己破産を選ばない場合ですよね。自己破産を選ばないという場合は、じゃあ新しいことをやっていかないと多分きついと思うんですよ。新しいことですね。今の給料が手取り例えば20万、じゃあこの20万で生活していかないといけない。で借金が500万ぐらいある。じゃあ多分利子払って終わると思うんですよ。で僕もあの自分の生活プラスいろんなところに行ってみたいとか、もちろんその借金を返しながらでも新しいものを買いたいとか、そういう欲望だったりとか、行きたいっていろんな願望だったりあるわけじゃないですか。だから僕の場合はかなり時間かけて返してるんですけども、だから金なんだ、なかなか減らない、元本減らないんですよ。だから元本減らないんで結構時間かかってる部分はあるんですけど、ただ借金返済しながらでも、まあ、自由に生きてるかなと思うんですね。でもそのなんで僕がそれができるかっていうと、単純にそのあのネットビジネスっていうその情報ビジネスですよね。ここからブレていないという、ただこれだけなんですね。で一回そのあ吉田さんもう商品売れなくなりますよと、もう商品情報ビジネスは終わったみたいなことを言われたことがあるんですけど、まあ僕も実際そのきついかなっていう、何がきついかなっていうと、それはお客さんのその悩みでもあったんですけど、一回その情報業界がもう、まあ、今見てないんで分かんないですけど、そのプロダクトローンチっていうねすごい手法がブワー流行って、それがもう行き過ぎてるというか、もう完全詐欺まがいみたいなのがブワー乱発して、でブワーって、まあ多分それ、まあ、あれがあったから多分情報商材っていうのがさらにあのイメージが悪くなったと思います。だ僕が習った当時十何年前に習ったのっていうのは、単純にフリーコンテンツを提供して、フリーコンテンツを提供して信頼を獲得してしっかり商品売るっていうものを習ってきて、まあ今もそれをずっとやってるわけなんですけど、その一時期流行ったのはどういう手法かっていうと、完全にその役者さんですよね。なんか役者さんが出て何もやってないのに役者にお金払って、でその役者があのいかにも稼いだぞみたいな、でこんなシステムですとかね、あと仮想通貨もいっぱいあったと思うんですけど、いや仮想通貨のなんかそういうプロモーションですよね。まあ、そういうそれであの多額なお金を騙されてっていう相談もめちゃめちゃ受けました。僕仮想通貨1個も買ってないですからね。仮想通貨に関する情報は流しましたけども、あのなんだやめとけみたいなね。だけど自分は仮想通貨買ってないですよね。
そうだから一時期、まあ、かなりもう Facebook やめてからあれなんですけど、 Facebook のタイムラインが全部仮想通貨で盛り上がってて、その時に僕が書いたのが、あの仮想通貨ね、どの仮想通貨が上がるとか下がるとかが乱発してたんですよ、 Facebook のタイムライン でそれ見て、いや仮想通貨がね上がるとか下がるとか言ってる前に自分の価値上げた方が絶対稼げるよねみたいなっていう投稿をちょっとしたことがあって、それかなりいいねされたんですけど、あのもう、ま、間違いないじゃないですか。自分の価値上げれば、自分のスキル上げたら絶対稼げるじゃないですか。じゃあ年収5000万の人のスキルと年収200万の人のスキルって多分違うと思うんですよ。わかります？じゃあこれ何が違うのかっていうと、考え方だったりスキルだったり持ってるものが違うわけですよね。年収200万のスキルの人と年収5000万の人のスキル、もしくは年収1億の人のスキル、これ違いますよねって話で、じゃあ自分の価値とかスキルを上げた方が絶対稼げるわけじゃないですか。それはそのリアル の社会で見ても間違いないことだし、なんかまあそういう一喜一憂するような情報が非常に流れていましたんで、まあそういう投稿を僕は流したことがあるんですけど、そう、まあ話を戻しましょう。で、まあ借金を返していく、切り抜けていく、返していくためにはやっぱりその新しいことをやらないといけない。本当に手取り20万とか手取り30万で500万とか600万とか700万の借金を返すっていうのは、まあね、これ至難の業なんですね。まあそれは実際借金ある方だったら分かると思います。ただ本当に利子払ってでも、もう利子払うだけで人生終わるんじゃないかなっていう。だからそれはもう逆算して普通に考えれば分かることじゃないですか。もう普通にきついっていう。じゃあ新しいことやらないといけないよねっていうのが選択として出ると思います。でそこで出るのが、まあ、ネットビジネスになってくるわけで、まあそういうお客さんのご相談いただきますけども、なんかね、僕が思ったのが、そのなんだろうな、借金を返したいっていう気持ちはわかるんですよ。僕も気持ちありますから。ただし借金を返したいっていうとこだけだと持たないんですよ。大事なのは本当に5年後10年後20年後もこう想定した上で、どういうスキルですよね、自分がどういうスキルがあればこう間違いない飯食っていけるのかっていう、その大きな軸というか、それがなくて今目先の借金が苦しいからこれを何とかしたい、だからこれを何とか儲けて何とか返したいっていう感じで入ってくるので、軸がないんですよ。だから軸がないから何でも儲かるものには手を出す。だから仮想通貨になんか出たらすぐと手を出してしまったりとか、なんだろうな、なんか儲からなかったらすぐ撤退して違う情報に飛びつくとか、なんかそういう傾向が多いんですね。だから借金を切り抜けるためには何が大事かっていうと、己のスキルをもう完全つけていくってことですね。借金を返済できるほどの、借金を返済できるほどの10倍20倍のスキルをつけていけってことですね。自分自身を高めるってことです。だそれが僕もマストだと思いますね、間違いなく。だから僕も動画撮ってるじゃないですか。でこれも、まあ、結構言うんですけども、動画を撮ることが好きだから始めたのかっていうわけでもないですし、喋りたいから喋り始めたのかっていうわけでもないですし、あの自分の未来を想定した時にですよ、お金を稼ぐ上で何が大事かなと、収入を高める上で何が大事かなと思った時に、まあ、僕はコピーライティング、まあ文章をずっと書いてきたんでコピーはやったぞと、十何年やったんで、じゃあ今度トーク、本当収入が高い人は喋れますから、普通に演説するじゃないですか、人前でその話せるじゃないですか、収入が高い人って。まあそれは会社の地位でもそうですよね。部長は、部長だったら会議をしてその部下に対して何か喋るとか、取締役になったらその役員会議で何か発表するとか絶対あるはずじゃないですか。だから人前で喋るっていうのは、少なくとも収入が高い人は必ずそういう立ち位置になるわけじゃないですか。だから喋れるっていうスキルは絶対あった方がいいなと、トークできる、じゃあこれやろうっていう、っていうことでずっとやってるわけですよ。でずっとやった結果、まあ昔に比べると今がうまいって言ってるわけじゃないですけど、昔に比べると多分喋れるようになりました。しかも全部僕ノー台本で全部喋ってるんで、まあ、今回吉谷の流儀に関してはタイトルだけは決めます。でタイトルだけ決めますけど、もうタイトルだけ決める。でこのタイトル決めも、10秒ぐらいですね。だから10秒のタイトル決めからの何分話すんだって話なんですけど、それをずっとやってるんですよ僕は基本的に。でそれをずっとやった結果、
今があって、まあ、いくらでも喋れるじゃ喋れますね。なんかテーマがあれば、まあ、テーマとかタイトルですね。もうタイトルだけでいけます。このタイトルでいけみたいなね。そう、うん、で セミナーとかに関してもセミナーできる人とセミナーできない人どっちの方が稼げるのか、うん、セミナーできた方がいいよねと。じゃあセミナーを嫌だけどやるっていうね。やりたくないですよ、めんどくさいし。だけどもう200回300回やったと思います、自分で。うん、まあ動画に関しては何万本撮ってますけど、うん、なんかその借金を切り抜けられない人って、なんか借金に追われてるんですよ、うん、借金に飲まれてる。これ飲まれてるという表現かな、借金に飲まれてる、うん、なんかその自分の軸、これをやるっていう軸があって、この軸からこの軸を育てながらちょっとずつ返せば、この軸はどん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 成長してるんで、わかります？借金に飲まれちゃってる人っていうのはもうそのぐるぐる回ってるんですよ。ただ自分の軸をこう作りながら、太い幹をこう木を育てながらですよ、木を育てながら育てながら育てながら、その中から派生して、なんだ、あの毎月の返済をね、していくっていう風にしていけば、ここはもうブレてなくて、ここは育ってるわけじゃないですか。つまりじゃあこれが大きく実った時にもうパンっていけますよね。だけど借金飲まれる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 ってことをやっていると、まあ、いつまでたっても、まあ、情報に追われるというか、情報に飲まれるってことをする。借金から逃れたい、なんか儲かる方法ないかな、そして情報に飲まれる、借金に飲まれる、また借金を作る、また借金に飲まれるっていうことを繰り返す、うん、だから自分の軸を作るべきですし、僕はそのドリームアカデミアっていうのをやってますけども、そこでは情報を発信して情報ビジネスをやるべきだよと、自分で商品を作って売るべきだよっていうことをずっと言いますし、言ってますし、これからも言い続けます。これが間違いなくマストだと。顧客リスト、集客をして顧客リストを獲得して、そこに対して商品作って売っていく、集客をして商品を作って売っていく、このビジネスっていうのは飽きないというか、まあ、江戸時代から変わらないですし、これからも、うん、変わらないと思います。集客をして、誰に商品売るのかっていうと、ロボットに商品売るわけじゃないじゃないですか。まあネットビジネスってアフィリエイトみたいなのもあるので、なんだ、違うそのマネタイズポイントもあるんですけど、そのなんか絶対なくならないもの、商売ってなくなります？多分商売がなくなるとするならば、世の中が全部物々交換になるということになると思うんですよね。全部お金っていう貨幣通貨がなくなって、全部物々交換で成り立つ世界じゃないと、それにならないとビジネスがなくならないってことはないと思うんですよ。じゃあそのお金がない、物と物との交換、だから交換ビジネス、あ、それも交換ビジネスになるのかな、どうなんだろう、まあいいんですけど、その全部値札がついていて、そこではコンビニ行ってもコンビニもビジネスなんですよ、あれも。そりゃそうですよね、値札ついてるわけですから。だからコンビニはどういう陳列で置いたら一番売れるのかっていうデータも出てるわけじゃないですか。これはコンビニのなんかそのドキュメンタリーとか見ればなんか出てると思うんですけど、そのデータをどこに何置くと何が一番売れるのかっていう、ローソンとかセブンイレブンとかね、ファミリーマートが全部データを取って、である程度も陳列もテンプレート化されている、どこに何を置くのかとかされてるじゃないですか。うん、だから全部その身の回りって全部ビジネスなんですよね。フラッと行くコンビニですらビジネスだし、でじゃあビジネスって何なのかっていうと、人に何かを売ってるだけじゃないですかね。ガムをそこに置いてガムを売ってんのか、パンを売ってんのか、こういうね飲み物を売ってんのかね、あのサービスを売ってるのか、体験を売ってるのか、まあその売ってるものは、いろいろ多種多様ありますけど、基本的に誰に売っているのか、人に売っていて、この人に売るという行為が、じゃあこの10年後20年後30年後人に売るというものがなくなるのか、この原則がなくなるのかっていうと、僕考えられないんですよ。絶対マストであるじゃないですか。じゃあこれ絶対的なマストであるものをマスターすれば、マストでなんやろな、もう間違いないっていう、うん、なんか多くの人ってなんだろうな、やっぱ儲け話に行く、なんかそういうその絶対揺るがないであろう、まあ絶対はないかもしれないですけど、今の話を汲み取っていただいて、じゃあ商いがなくなるのかっていう話で、なくなります、商いが。
本当に商いがなくなるとするならば、本当に物々交換の世の中になったとか、そういうなんかちょっと本当にぶっ飛んだ世界にならん、全世界がそういう世界にならない限りないと思うんですよね。だからあと僕40歳からその FX やろうとしてるのも、その為替の変動も必ず起こってるわけですよ、金融ですよね。だからこれもじゃあ10年後20年後このね、あの昔はその米相場みたいなのもあったわけですよ、米の相場みたいな、お米 の、 その収穫高によってその変動させるみたいな、なんかそういうなんか、まあ、トレードじゃないですけど、そういうのも昔あったらしいんですけど、その金融ドルだったりとか、あのポンとか、まあ、あの円とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。でそれってまあ常に変動してるじゃないですか。株価も変動してるし、 この金融っていうのがじゃなくなるのかって、10年後20年後30年後40年後のスパンで考えた時に、この金融という仕組みがなくなるのか、多分なくならないんですよ。これは僕の見解ですよ、僕の流儀なんで。だからこの金融に関しても絶対なくならないと僕は思ってるんですね。なぜならばそれで経済が動いてるんで、この仕組みがなくなった経済がどうやって動かすのって話なんで、だからその40歳から僕はあの金融もやっていかないといけないなと。でこれもなんでやろうと思ってるのかっていうと、絶対なくならないもの、だここのスキルがあればマストでまた一人でお金を稼げるかなと。だから FX とかのトレードに関してもパソコン1台あれば、まあ、スマホでもトレードできますけど、別にその人を雇わなくても、そのあとレバレッジっていうのもあるので、別にその自分の例えば100万円の、元本だったとしても、200万とか何倍まで、まあその海外口座使ったらまたレバレッジいっぱい作れると思いますけど、その100万円しかなくてもレバーかけられるわけですよ。まあもちろん危ない部分、リスクはありますよ、リスクはあるんだけど、そういうこともできるわけじゃないですか、パソコン1台でスマホ1台で。だけどそこにはリスクが伴うわけですよね。だから金融に関してはリスクが伴うっていうのはそれも分かってますよね。投資に関してはリスクを伴うってことは分かってますよね。これは誰もが分かってると思うんですけど、じゃあでも絶対なくならない、じゃあここをやるためには何が必要か、余剰資金なんですよ。ここを金融が絶対なくならないことは分かってる、なおかつさらに分かってることは何かっていうと、リスクもある、自分の資金が飛ぶというリスクもある、その代わりリターンもある、パソコン1台スマホ1台でもトレードできる、うん、で金融はなくならないっていう、この事実があるわけじゃないですか。じゃあここで勝負するためには何が必要かっていうと、完全なる余剰資金なんですよ。余剰資金プラス、圧倒的な柱の部分ですね。この余剰資金がなくなったとしても、また余剰資金が作れるという、スキームを作っとかないとここにはいかないんですよ、僕はですよ。だから、ね、それがネットビジネスなんですね。それでコンテンツ販売することによってほぼ利益 100%。 だから僕3年前とか4年前の商品も未だに売ってるんですよ。未だにですよ。これすごいことじゃないですか。4年前とか5年前の商品未だに僕売れるんですよ、売ろうと思えば。てか売ってるんですけど、だからそのなんだろうな、もちろん時代が変わって売れなくなる商品もありますけれども、例えばそのコピーライティングとかは時代が変わっても変わらないですし、ほとんど手法はコピーライティングの書き方なんか、あとはなんだマインド系ですよね。マインドも変わんないですよね、あんまり。だからその変わらないものっていうのもかなり作っとくと、いくらでも売れますよ。時代が変わっても変わらないんで、人間の心理は変わらないし、コピーの書き方も変わらないだろうし、トークスクリプトも変わらないだろうし、わかります？じゃあその昔のネット、あ、昔のその例えばトークスクリプトで言うならば、昔のテレビショッピングのトークと今のテレビショッピングのトークが圧倒的に180度変わってるのかっていうと、変わってなくないですか。出演してる人は変わってるけど、大体トークスクリプト一緒なんですよ、売り方とか一緒じゃないですか。10年前の売り方と今の20年後の売り方とか今の売り方って変わんないんですよ。物は変わってるし、映像の質というかね、クオリティは変わってるし、髪型とかね変わってるかもしれないですけど、トークは変わってないです。昔売れるテレビショッピングの売り方と今売れてるテレビショッピングの売り方はほとんど本質的なところは変わってないです。ただ物が変わってる。あとは もっと細かいテクニカル、昔できなかったことが今できる。例えばショップ Qチャンネルか。Q チャンネルとかでは、そのリアルタイムで今注文がめちゃめちゃ入ってますみたいな。わかります？これショップ Q だったかな、その今リアルタイムでめっちゃ注文を受けてますみたいな、このリアルタイム表示がしたりとかしてるんですよ。まあこれ煽るというかね、緊急性を作っていく。
まあ、あと個数なんぼでしょうと、あと今めっちゃ注文入ってますとかね。でもこれがかなり昔のテレビショッピングってできなかったと思うんですよ。リアルタイムで情報表示させると か、 だからそういう細かいテクニックはちょっとその今現代で取り入れられずは入れてますけれども、本質的なトークは変わらないです。うん、だからその変わらないものって何なんだろうとか、あとは何だろうな、そこに対してやっぱ自分がその変わらないものをしっかりと手に入れていく、スキルをつけていくっていうことが借金をこう、乗り切る上で大事かなと思いますね。僕が乗り切ってるのももうそこに一点張りでフォーカスしてるからです。だから30歳まではもう毎月商品僕は売ってるんですけど、30代はもうずっととにかく商品を売りまくる、で売りまくって借金返済した後も売りまくって、まあ余剰資金作っていくっていうこともそう決めてるので、まあ返済し終わった後、じゃあ返済しなくなるんで溜まっていくじゃないですかね。で あともう一つになれば、余剰資金作る上で大事なのが固定費をやっぱね圧倒的に下げるってことですね。本当これもめちゃ大事です。だからネットビジネスのいいところって固定費も下げられるんですよ、やろうと思えば本当に。だからまあぶっちゃけどこ行ってもできるじゃないですか。だから僕鹿児島行った理由も実はその東京の固定費と田舎の固定費を考えた時に、だからこれ一回言われたことあるんですよ、まあ、借金がありますってこと言ってなかった時に、そのなんだろうな、でそのね、ビジネス一緒にやってる人に、まあ、実は借金あったんですよみたいなのをポロッと、まあ、去年ぐらいに言ったんですけど、あそうだったんですねみたいな、あなるほどみたいな、もうなんで吉谷さんがわざわざ鹿児島行くのかちょっと分かんなかったんですけどみたいな、なんかまあそういうちょっと話をしたんですけど、鹿児島に来た理由って一つに、まあ、いろんな理由はありますよ。直感っていうのもあるし、自然が好きっていうのもあるし、でもあるんですけど、少なくとも固定費っていうところも入ってるんですよ。東京にいる固定費とこっちにいる固定費だったら圧倒的に違うんですよね。まず賃料の安さ、ここ4万2000円ですけども、この4万2000円の新築、ここ新築ですけども、この新築の4万2000円のクオリティで東京だと多分20万ぐらいするんですよ。まあその駅地下とかだったらもうこの3倍、4倍四四55? まあまあ結構な数ですよね。あとはじゃあ東京にいるリスクなんですよ。東京にいるリスクって何かっていうと、お金を使う場所がいっぱいあるんですよね。お金を使える環境がいっぱいあるんですよ。だから歩いてね、すぐコンビニ、3分でコンビニとかね。だからここなんか歩いて30分なんでコンビニまで、往復1時間なんで、じゃあもう頻繁にコンビニ行くってこともしないじゃないですか。まあ、なんだ、まあ、歩くのが大好きですっていうことだったら別かもしれないですけど、往復1時間ですよ。だから夜中ね、夜中腹減ってじゃあコンビニ行こうっつっても1時間かかるんですよ。わかります？だから0時に出たとしたら帰ってくるの1時過ぎなんですよ、歩いて行ったら。じゃあそれ頻繁に行くって話で多分なかなか行かないですよね。だからお金も使いづらいですよね。でも東京にいると歩いて1分、歩いて30秒ですよ。まあ、どこかしらのコンビニないってとこないじゃないですか。じゃあお金使う環境があるし、あとは誘惑もめちゃくちゃあるじゃないですか。いろんな、もう居酒屋ももう腐るほどあるし。そう。だから、もうここで、鹿児島で夜遊ぶんであるならばですよ、鹿児島市内まで行って天文館っていうところがあるんですけど、天文館まで行かないとダメなんですよ。で、こっから天文館まで行くのに車で多分40分、50分かかるんですね。だから もはや天文館で夜遊ぶってことは鹿児島に泊まんないといけないですよ。めんどくさいですよね。鹿児島県に住んでるのに夜遊びに行くのに天文館泊まりで行かないといけないっていうね。例えばじゃあ渋谷に住んでたら別にそういうのないじゃないですか。別に泊まりで渋谷に遊びに行くとかなくないですか。だからもうちょっとフラッと行ってフラッと遊んで、だからそこでお金使うだろうし、だそういうリスクというか固定費がかかるわけですよ。わかります？うん、その使ってはいないけど使ってしまうであろうその目に見えない固定費なんです。ここがこの目に見えない固定費っていうのは実はめちゃめちゃ重要で、実は目に見えない固定費を結構みんな使うんですよね。だからそこも排除していく、限られたもうそのまあうーんなんだ、限りなく少ない固定費の中でしっかりとコンテンツビジネスをしていく、その粗利が 100% のビジネスをしていく、これがね一番いいですね。うん、だってお金だってここの、固定費も少ない、粗利が高い、じゃあこの分あるじゃないですか。じゃあこの分があれば
返せるよねって話なんですよ。でも固定費も高い、粗利も少なかったら少ないじゃないですか、どう考えても。じゃあこの少ない残った金で返していくってのってきつくないですか。だから僕がもし普通のビジネスをやっていたら、その借金を返しながら自由になんかいろんな全国行ったりとか、どっかなんか旅しながらどっかやるとかできないですよ、うん、だからこれ何を選ぶのかっていうのも本当大事だと思います。だからもしネットビジネスのそのコンテンツビジネスっていうところを選ぶ、そのね、話を聞いてねやるんだったら、もう絶対ここをマストでマスターするっていうことをやるべきかなと思います。本当に僕はもうここブレないですね、絶対ブレないです。だって YouTube いくら撮っても0円じゃないですか。だからここもね強、ありがたいというか、本当にこの前ハードディスク整理して、昔僕バックアップかなり撮ってたんですね。だから20テラか30テラハードディスク買い回ししてたんですよ。で今は僕動画、この動画とかも 4K ファイルとかもクソ重いんで、もうアップロードしたら全部ゴミ箱行きっす、これ。だからもう YouTube がクラウドみたいな、僕の、もはや YouTube がクラウド。だからこの 4K ファイルとか何十ギガになるんですよ。うん、でそれをハードディスクに保存してたらもう切りないんですよ。ほんでだからもう昔バックアップ取ってたやつはまあ一応置いといて、でもう最新の動画に関してはバックアップ取ってないです。もちろん有料の商品に関してはバックアップ取ったりとかしてますけども、それ以外の無料のやつはもうバックアップ取ってないですね。うん、キリがないんで僕の場合は本数多いですから。うん、でもいくら、まあ何が伝えたいかっていうと、普通にその動画をストックしていくだけでもハードディスク買い回しして金かかるわけじゃないですか。だ僕今その Windows のパソコンは合計20テラぐらいかましたんですけど、もう20テラでもまあまあ結構いっぱいなんですよ。20テラ結構パツパツで、で最近その OS の SSD のやつも SSD の容量もアップデートしたりとか、結構 Windows のパソコンもだいぶ整理して、なんだいい環境にしたんですけど、あとモニターも買ってね、うん、だからなんだろうな、固定費が抑えられるっていうのはやっぱコンテンツビジネス、ネットビジネスのやっぱ強みかなっていう。だから鹿児島出てくるときに、鹿児島行って大丈夫ですかってすげえ言われましたけど、まあ行ってみて3年以上やってますけど、3年半か。だから今年の10月で4年になるんですよ。もうちょっとで4年ですね。早いですね。もうちょっとで4年になるんですけど、何のマジで変わんないですよ。マジで変わんないです。マジで変わんないですね。どこでやっても変わんないです。だからこれは本当ネットすごいなと思います。ただなんか僕は結構一緒にジョイントしたりとかするので、一緒にジョイントとかあと撮影とか、まあみんなやっぱ東京に集まってるんで、東京にはまあ頻繁に行ったりとかしますけれども、まあそれでもジェットスター安いですからね。だから一回今回そのジェットスター今飛んでないんで、そのなんか6月の中旬ぐらいしか飛、なんか最初6月1日なんかフライト予定あったんですけど、また6月の中旬からしか飛ばないみたいなフライトになってて、車で帰ろうかなと思ったんですけど、やっぱ金かかるから。で今回結構その備品を買ったんですよね。そのモニター買ったりとか、なんだそう、機材を買ったんですよ。機材というかパソコン関連の PC 関連の機材を買ったりとかしたんで、お金使っちゃったんで、車で鹿児島から東京まで行くと5万円ぐらいかかるんですよ。5万円でまた片道5万円なんで、往復10万円なんですよ、車で行くと大体。でその旅行みたいになっちゃうんで、そこでまたなんかお金使うじゃないですか。だからなんか10万ですよ。でバカだな。だってジェットスターだと片道5000円、今すげえ安くなってるんで、今見たら4000円とかなんですよ。片道4000円で行けるところね、なんか5万かけていくっていう、なんかちょっとアホらしいなと思って。まあお金も使っちゃったし、じゃあそこはちょっと、まあ、ジェットスターがまた再開したらまた考えようかなと思ってますけど、うん、だからその安いですからね、本当に LCC っていう飛行機使えば、別にその全国いても東京まで出られますよ、安く、マジで。しかも時間と日付も自分で自由に選択できるんで、最安値のところをピンポイントで行けるんで、うん、多くの人って土日しか休みがないって場合は土日やっぱ高くなったりするわけですよ。でも平日で少ない時に狙って行けるんで、だからそれもコスパいいですし、だから本当ね、移動のお金だったりとか、もう全然変わっちゃいましたよね、昔の概念と。うん、そう。
だから借金を返したいと思うんだったら、僕はおすすめは間違いなくブレずに僕はやりますけども、コンテンツビジネスで情報発信をして、ただで情報発信しまくって、ただで0円で情報発信しまくって、ただで集客をして、であらり、まあ、これ一眼で撮ってるんで30分で終わるんですけど、ちょっと熱くなりすぎてもう30分以上喋ってましたね。なんかタイトル付け、タイトルが10秒ず、タイトル10秒で考えて、なんか30分以上喋るっていうね。 まあ話まとめますけど、なんだ、本当0円で集客して、なんだ、ビジネスをしていく、で、粗利が高いビジネスをしていく、まあ、これを選ぶべきだなと僕は思います、本当に。これ以外の選択は僕しないですね。だから昔本当にその吉谷さんはその、店舗やらないんですかみたいな、まあね、昔借金があるってこと言ってなかったですから、セミナーやってる時も休憩中お客さんから「吉谷さん実は金持ってんじゃないですか」みたいな、「どれぐらい貯金あるんですか」みたいなね、全然貯金ねえしみたいなね、 貯金全くねえやつが偉そうにセミナー言ってるみたいなね っていう時期ありましたけど、まあ、言ってなかったんでね。だからもう本当コンテンツ販売、情報ビジネスがもう僕は最強だと思いますし、まあ、情報商材っていう、なんかうさんくさいかもしれないですけど、情報をコンテンツにする、情報を商材にする、教材にしていく、まあ、どういう言い方でもいいんですけど、その自分でその商品を売れるようになるっていうのは、あった方がいいですし、借金を返していくんであるならば、これを極めるべきだと思います、マジで。で、しかもその情報ビジネスを極めると、結局行き着くところってもうこの2つなんですよ。情報ビジネスを極めると行き着くところは2つで、コピーライティングとトークです。もうここに行き着きます。じゃあこのコピーライティングとトークって別にそのどこでも生きるし、どこでも使えるし、なんかその今ね、コロナの状況でネットが、やっぱネットで何か収益を上げないといけないっていうね、会社さんも増えてきただろうし、もう間違いなく。じゃあネット集客をして、ネットで何か販売していく。じゃあネットで何か販売していくときに何使いますかと。じゃあその反応率が高い、LP を作れます。ね、今まではなんかデザインでかっこよく作るっていうとこだけど、ホームページからしっかりと売り上げが作れる。だからそのホームページにしっかりとライティング、コピーライティングがあって、で、そこでしっかりとリスト、メールアドレスだったりとかリストを獲得して、そこでステップで何かそのフォローしていくっていう流れを作って、あ、商品をこう売っていく、ネット通販していくっていうような流れをこう組み込んでいくっていうところの需要っていうのはもう超5万とあります。だほとんど、だからリアル店舗の人なんかはネット使ってないですよ。てかネットわかんないし、ネット確かにって思ってるんだけども、やり方わかんないし、ネットに注ぐ時間がないんですよ。なぜならリアルの店舗が忙しいから。だからネットにかけられる時間ないので、だからそのホームページも、ただのそのホームページじゃなくて、売れるホームページにできる、ライティングができるんだったらね、とかその仕組みですよね。そのメルマガでステップメールでそのネット通販していく、自社の商品を売っていく、もしくはアフリエイトしていく。だその店長が、例えばそのお店のね、これリストを集めるとこれもできるんですよ。例えば料理人の人だったら、おすすめの包丁とかね、おすすめの包丁を OEM で売ることもできるしね、自分が使ってるやつをなんか OEM かなんか契約して自分で売るっていうこともできるだろうし、もしくはその在庫を持たないんだったらアフリエイトしていく、紹介していくっていうこともできるだろうしね。だから新しいキャッシュっていうのは作れるんですよ、そういうことやれば。でもそういう概念もないし、それも、勉強してないし。だから本当に、なんだろうな、全てに応用できるっていう。あと、そういう知識があると、コンサル業もできるわけですよ。だから僕、昔その、なんだ、会社間のコンサルって1社しかやってないんですよ。確か1社かな。その会社で契約。なんかもちろんそのセミナーに参加してくれた人が、セミナーに参加してくれた人がその会社の、なんだ、結構その、取締役ではないけども、もうトップの人がセミナーに参加してくれたんですよ。で、じゃその人が、まあ、コンサルみたいなの入りますってなって、で、会社の経費で落としますみたいな。あ、会社の経費で落とせるんですかみたいな。
で、会社から振り込んでもらったことがあるんですよ。で、じゃあ そこの会社の、じゃあその人がトップなんですけど、そのトップの人にそのコンサルをして、トップダウンでその人が教わったことを下にやらせるみたいな。で、それが何やったかっていうと、これもう言っちゃっていいかな。これ言っちゃ、まあでもここまで見てる人だいぶ濃いので、まあ言っちゃっていいと思うんですけど、クオカさんっていうお菓子メーカー、まあ今もう買収して他の、会社さんがやってるっていうのもあるんで、あれなんですけど、クオカっていう結構そのネットでお菓子をとか売ってる会社さんがあるんですよ、クオカっていう。で、結構顧客リストも30万人ぐらいいるのかな。なんかその、お菓子のこの容器だったりとか、あと、東急ハンズとかにも卸してるんですよ。なんかバレンタインデーとかでも、もう見たんですよ、東急ハンズでクオカの、その、なんだ、バレンタインデーのその、キット、売ってたりとかしてたんで、結構まあ大きいというか、まあ顧客数も30万人ぐらいあるみたいな、まあまあなとこなんですよ。で、そこに対して僕は、じゃあ YouTube でね、集客していきましょうっていうのを教えて、で、YouTube のやり方を教えて、YouTube で集客をして、こうやったりとかして、実際クオカさんの YouTube チャンネルあるんですけど、今更新止まってるんですよね。その買収があったんで。その M&A の案件があったんで、まあ、その話で裏も聞きましたけど、それはちょっと多分言えないんで、ここで言わないですけど、その当時は YouTube をやってて、それで集客したりとか、あとは実際にその、2000万ぐらい売り上げ作ったんですよ。で、どうやって作ったかっていうと、パンの教室を9万8000円ぐらいで売ったんですよ。で、これが、9万8000円で200人ぐらい入って2000万ですね。10日だったかな。うん、だからまあ本当に僕がやってるスクールビジネスというか、それをパンのスクール教室みたいな感じで、そこに行くと認定がもらえるみたいな。まあ特に女性って結構その認定書とか好きなんでだそういうそこに行くと認定される、で美味しいパンが作れるみたいな。でそれ9万8000円で売って200人ぐらい入って2000万っていうっていう実績もあります。でもこれあんま言ってないですけど、もう多分まあでもかなり昔なんで、あれだ、でね、M&A のこともあったんで、今はもう僕全く携わってないですけどね。そのもう担当者も変わっちゃったですし、そう、もう M&A で違う会社があるんで、クオカさん買ったんで。うん。なまあ会社間、だからそのね、お菓子を作ってる。お菓子を作ってるか、お菓子のそういう型とか、なんかそういうのとことでも、そのコンテンツビジネスっていうか、このマーケティング、リストマーケティングというか、そういう僕がやってるようなことが当てはめられるんですよ。だ最近の塾生さんだと、そのインストラクターの方、パーソナルトレーナーの方ですね、これ YouTube のチャンネル登録者数も8万人超えたんですけども、その痩せるエクササイズですよね。まなみさんっていう方なんですけど、それをその YouTube で発信して集客して、実際に自分のダイエットプログラム、なんとか痩せプログラムっていうのを販売して、っていうこともやったりとか、だから別にそのお金を稼ぐとかね、なんか別にそうじゃなくてもいいんですよ。パン教室っていうか、そのパンのなんとかでもいいですし、2000万ですよ。で、あとはその、痩せるっていうやつでもいいだろうし、だから何でも応用ほとんど効くんですよ。だからこれを本当にガチで真剣に学ぶ、ってことが大事かなと思います。学んでやるっていう。本当にビジネスを集客をして商いをする。ビジネスをしていく。商品を自分で作るやり方。お客さんとの関係性をどう作っていくのかとか。そういうのをしっかり学ぶってことは、絶対に、これ、僕の中でですよ。僕の中では絶対時代が変わってもこれは通用すると思ってます。だって、人に売るんで。ロボットに売るわけじゃないんで。うん。それ商いがもうどこかしこもあるわけですから。だから本当に絶対なくならないことに、ってな、世の中から絶対なくならないものってなんだろうって考えて、そこでしっかりとスキルつけていくってことが本当大事だと思いますんで、はい、借金を返すんであるな、あとは、粗利率が高いビジネスですね。もう圧倒的に粗利が本当にその純利です。だからよくその会社間でも年商何百億とかあっても、営業利益純利益めっちゃ 20% とかザラですから、 10% とかザラなんで、わかります？見栄えは年商何億みたいなね、なってますけど、中見ると純利全然出てなかったりするんですよ。でもそれが普通なんですよ。でもコンテンツ販売だと、売上イコール利益みたいな感じなんで、こんなないんですよ。マジで。売上イコール純利みたいな感じなんで。だからもう本当にその粗利が取れる。
粗利がいい、粗利率がいいっていうのに着眼するべきですね。で、コスパがかかる、ランニングコストはほぼかからない。だから僕が YouTube 徹底的にやってるのもなんでかっていうと、間違いなくランニングコストがかからない。もうここなんですよ。いくら発信してもね、ゼロなんですよ。だからね、なんで、僕はちょっと疑問に思うんですけど、なんでこんなにすごいことをタダでできるのにみんなやんないのかなって思うんですよね。なんか、なんだろうな、やめちゃう、それやめちゃうってなんでかなって、こんなすごい、タダで集客できて、ランニングコストゼロで、こんなすごいことができるのに、まあそれは多分僕がその時代の背景を知っているっていうのもあるのかもしれないです。昔は本当に動画をネット上で公開して見せるってなったらば、なんかフラッシュプレイヤーに変換したりとか、もうなんか自分のサーバーの中にその変換してね、軽くして動画を軽くしてなんとかこの埋め込むみたいな感じで公開しなかといけなかったんですよ。でもこれってアクセスがね、ブワーってくるとサーバー落ちちゃうんですよ。だからもう耐えられないですね。っていうのが昔なんですよ。で、今 YouTube が落ちるってないじゃないですか。そもそも最強、もう世界最強のサーバーですよ。YouTube 落ちなくないですか。もう世界最強のサーバーをね、タダで使えるっていう。だからこういう概念もないですよね、初心者の方は。もう宇宙一、世界一のサーバー、もうどんだけ1億トラフィック来ても落ちないみたいな。そんなサーバーをタダで使えるっていう概念も多分ないんですよ。これマジでね、昔マジ無理でしたからね。サーバー耐えられないですからね。1億トラフィックなんか来たら、まあ、絶対無理ですよ。X サーバー1000円の借りてそこで何動画を公開しました。1億トラフィック一気に来ました。絶対無理ですね。絶対無理。だから本当 YouTube、Google すげえなと思いますけどね。そう、どうやってんだろうみたいなね。マジですごいと思います。しかもなんか、今1ファイル120ギガまでアップロードできるんですよ。しかもそれ、まあ本数の制限とかもないし、容量の制限もないんですよ。まあ1本あたりの制限はありますよ。120ギガみたいな。いや、これはね、マジですごいっすよ。それタダで使わせてもらってるっていうのはね、だから Google やっぱほんとすごいなっていうのは僕、だからもう Google に逆らわないっていうね、僕は。一回僕が YouTube 赤番食らった時は、異議申し立てして赤番食らったんで。なんか、こういう動画がね、なんかこういう動画がダメですって違反警告来たんですよ。この動画が。この動画のどこがダメなんだみたいなね。で、異議申し立てしたんですよ。すいませんと。Google さんと。すいません、こういう動画の何がいけないですかと。どこを規約違反してるのか本当わかんない。考えたけど、見直したけど、規約違反してるところがわかんないから、このすげえ丁寧に書いたんですよ。長文で。すいません、ちょっと教えていただけないですかみたいな。で、そしたらなんか、それ、いい申し立てした瞬間、5分後に、これもダメです、あれもダメです、赤番ですね。で、それから学んだんですけど、まあ、Google には異議申し立てをしないっていう。使わせて、もう使わせていただきました、本当にありがとうございました、みたいな。また使います、みたいな。そう。まあ、Google すごいなと思うんですよね。まあいいや。はい。ということで、いろいろとお話ししましたけれども、本当にね、借金ある方結構、僕のお客さんでも多いので、まあ、コンテンツビジネスは本当にマスター、僕も絶対情報ビジネスぶれないです。ここの主軸は絶対に置いときます。だから金融やっても情報や発信しますんで、僕もはや FX の商品売っていくっていうの構想もあるので、で FX の商品の方が売りやすいっていうのも分かってるんで、金融やったら FX の情報もガンガン流していくっていう、で FX の商品の方が絶対売れるんで、そもそも FX の商品に関しては、借金がある人が FX 行かないんですよ。お金がちょっとでもやっぱある人が FX 行くんで、投資、金融に行くんで。資金量ゼロ。借金がある。やっぱネットビジネスなんですよ。だからこの、お金がない人に商品売っていくのはやっぱきついんですよね。売れないことはないですけど。なので FX の方は、そもそも借金があったら選択しようがないので、お金があって自分の資金をどう運用するのか、自分の資金をどう増やしていくのかっていう層がいるので、ここに対して商品が非常に売りやすいと。お金がありますから、もともと持ってるんで。だから僕は、安い商品とかね、390円の商品とかまあ売りますけど、それはなんでかっていうと、やっぱりお金ない人多いんで、はい。まあ、そんな感じですね。とにかく、ま、コンテンツビジネス、情報発信して集客して売っていくっていうところは、マジでマスターするべきかなと僕は思います。てか僕は続けます。これを一生。高校はずっぶれないですね。
いろいろ見てきましたから、本当にありとあらゆるビジネスというか、いろんな人の失敗とか、いろんな人のいろんなビジネス見てきましたけど、もうこれ以外やらないっていうね。これは絶対センターピンで絶対ブレないっていう、絶対です、絶対ブレないですね、うん、っていう感じですかね、僕の場合は。はい、終わります。